今日はフルーツのキャラメリゼです。キャラメリゼは以前にもやったことがありますが、時間がかかりすぎてしまったり黒く焦げてしまったりすることがあるので、もう一度おさらいをします。冷たいフライパンにお砂糖を入れたら火をつけます。この時最初は強火のままで大丈夫です。ポイントはフライパンをあまり動かさないこと。ここで混ぜてしまったりするとお砂糖が結晶してうまく溶けてくれません。失敗しやすいと思ったら、最初にほんの少し水を入れるとこの部分から溶けていくので失敗がしにくくなります。ただし水があるうちは温度が上がらないのでキャラメルになりません。その分の時間がかかります。火はまだ強火です。だんだんお砂糖が溶けて水の部分が沸騰してきます。完全に水が蒸発するとキャラメルが始まります。ここで混ぜたくなりますが、決して触ってはいけません。お砂糖が溶けてキャラメルが始まるまでじっとしています。なんで触っちゃいけない。ここで混ぜてしまうとお砂糖の一部が結晶をして白く残ってしまい、一部がキャラメルをし一部が砂糖のまま残ってしまうので苦くならずに甘いキャラメルになってしまいます。そこを無理に焦がすと焦げ臭くなるので、このままそっとしておきます。今水が溶けて沸いている部分とお砂糖が熱で溶けている部分が一緒になっています。これが交わって飴状になってきたらキャラメルが始まります。今100度を超えるかどうかギリギリのところです。縁の部分が茶色くなってきました。こうなってくるとフライパンの温度がかなり上がってますので、火力を弱めた方が、落ち着いて綺麗なキャラメルが作れます。最初から弱火ですとここに来るまでに5分10分とかかってしまいますので、最初は強火で、溶け始めて色がつき始めたら中火または弱火で色をつけていきます。ここまで水状になるともう結晶してしまうことはないので、むしろ混ぜて均一に色をつけた方が美味しくキャラメリができます。だいぶ煙が立ってきてお砂糖に色がついてきました。ここから早くなるので火を弱くします。煙が立ってきました。はい、温度が上がっているのでフライパンの火を消します。ちょうどよくキャラメリゼされました。ここでキャラメルを止めるための水分としてバターを加えます。バターは脂肪ですが水分も含まれているので上手にキャラメルを止めることができます。今火は消えています。こうなったところでバナナやパイナップルや桃を加えてキャラメルを絡めていきます。この時に火がついていると飛び散ってしまったり焦げが進んでしまったりするので、ジュージュー言っているようであれば火はつけなくて大丈夫。桃のような水分の多いものの場合は温度が一気に下がるので火をつけた方がいい場合もあります。今バターがキャラメルと馴染んでちょうどよくキャラメリゼされて、バターが沸騰しているところです。バナナの表面にキャラメルがまとわりついたところで裏返します。そうすると、はい、これでバナナのキャラメリゼの出来上がりです。作り方はパイナップルでも桃でもほとんど一緒です。